はい。皆さん、こんにちは。村長です。今日も、アフィニティデザインのお話をしていきます。村長ミュージックスタジオ。画面にも少し出ていますように、カラーの調整のお話をしていきます。カラーの調整は、カラーグレーディングとも、 言われますように本来デザイナーさんが使う主力のソフトとしましてはこのアフィニティデザインとよく似た Adobe Illustrator ーーとかそして Adobe には Photoshop という強力な画像の編集ツールがありますただこのアフィニティデザインは一般の人が簡単に使う程度ならカラーの調整を とっても便利にできる素晴らしいツールがありますのでイラストレーターとフォトショップを混ぜたようなそんなソフトウェアということも言えると思います今日はそのうちのカラーについての勉強をしていきたいと思います「村長のミュージックスタジオ」 そそもそもカラーーググレーディングここにレベルというのがありますけれどもこれってどうやって出すのという人が案外多いんじゃないかなと思います僕も初めての時はそうでしたこれはですねどこから出てくるかというとここにレイヤーのパレットを出していますそしてちょっと元のように戻しますここここに2つありますのでここで 削除をします皆さんが画像を置いた時はこのような状態になってるんですねそれはどこから出したかというとこのレイヤーパレットのここですねアイコンの2つ目に調整というのがありますこれで出すわけです例えばレベルというのを出してみましょうそうしまして ここでは今、CMYK となってます。なぜならこの書類をプリント用としてやりましたのでアフィニティデザインがプロの間でも使われるようになったのはこの部分なんですね。アドビーラストレーター以外は一時は CMYK いわゆる印刷で使う印記のシアンマデンタイエローブラックこの方式で 色を調整することがほとんどのソフトではできませんでした。でも、アフィニティデザイナーはそのプロの領域の部分も採用したので、たくさんの愛好家がいるようになったというわけです。ここで黒のレベルを調整しますね。この黒のレベルを右の方に持っていくと、こうやってまあ、明るくと言ったらいいんでしょうか、黒のレベルが飛んでいきます。 そしてこの使い方ですけれども例えばこの先頭の5%ぐらいはですね全く色の成分がない状態になっていますですからこれをここまで変えたところでほとんど色が変わりませんここから行った時に徐々に色が変わってきます黒のレベルだけではなくって今度は白のレベルですね 白のレベルをここう詰めることもできますそしたら白いところもなくなって黒いところもなくなってこういうようになってくるわけですこれが思いっきり近づくとイラストのようになってきますはいこんな感じですね僕も写真の技術が とってもあるわけではありませんので細かなところはとても勉強できているというわけではありませんでもこのようにして感覚的に自分がやりたい色こういうのを調整していくことができるわけですねそして今度は他のパレットを出してみましょうまあ皆さんがよく使うものとしましてはこの明るさとコントラスト これなんかがよく使われると思います。ちょっと暗いなと思った時に明るさをこうやってあげるとはい、明るくなりましたね。そしてコントラストです。コントラストはくっきりさっと日本語では言えばいいのでしょうか。左の方へ持っていくとコントラストがちょっと甘く感じてそしてこちらに行くとなんかくっきりした感じに見えたりします。 このように明るさとコントラストというのも案外使えるパラメーターです。次によく使うというのはですね、ここに自然なサイドというのがありますけど、サイドというのも案外使いやすいカラーグレーディングです。これをやりますと、 この自然なサイドというのでは微調整のようなものなんですが皆さんにわかりやすく下の方のサイドというのを動かしてみますはいこちらの方にサイドを持っていくともう白黒写真のようになりましたね今度は逆の方向に向けてみます今度はこんな感じに カラフルにと言ったらいいでしょうか。そんな形に変わりました。だいたい明るさとサイドがあれば自分のイメージに近いものは作れるはずです。あとはこういうカラーバランスというので CMIK のバランスを作っていくのもいいでしょう。これはわかりやすくカラーでなっていますのでこちらを上げていくと 赤みがかかります今度はこれを上げると緑がかかってきます緑とシアンを多くしたらかなり青っぽくなりますさらに青を足すとこんな風になります今は中間色というのをしましたここではシャドウ部分ハイライト部分 というふうなことが分けられます。ハイライト部分というのは、明るい部分という意味です。明るい部分に赤みを増やしたりとか、今ずいぶん分かりましたよね。これをやるのとやらないのでですね、椅子のカバーのようなところがピンク色になりました。このようにして、 ハイライトやそしてシャドウ部分。シャドウ部分というのは濃い色の部分です。濃い色の部分もちょっと赤みを足しましょう。そうしていくとどん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 赤っぽい写真になりましたね。今日はすべてのこのツールですね。これを説明するのには時間がありませんし、僕自身もものすごく 研究できてるわけでもありませんので皆さんいろいろ試してみてくださいそうしましてもうちょっと重要なことがありますこれを一時的にこの機能ですね今のようなカラーバランスでかなり赤くなりましたけれどもあこれやっぱりダメだったなと思う時にこのようにいらない機能ができた時にも削除というのをするのではなくって非表示と とというのを選ぶとですねこの機能が一時的に停止されまますはい戻りましたねこうしておくとまたどちらが良かったかなと比較するような時にすごく便利ですので消してしまうんではなくってこういうふうに切り替えるこうすれば自分のやったものがよく分かるようになります。 そしてここに出ていましたら便利なのがここをダブルクリックするだけで修正をやり直すことができますクリックするだけでこのウィンドウが出てくるということですそしてこのリストですけれども非表示にしている時はここに白いマークがついていません自然なサイドの調整というところには白丸がついていません これは非表示になって機能が効いていないということですのでそのようにして判断してみてください今日は短い動画でしたけれども Adobe Photoshop がなくてもカラー調整が案外アフィニティデザイナーだけでもできるというお話をしました忘れないでレイヤーパレットの下の方の2つ目に調整というボタンがあることを 今日は覚えていってください。いつも閲覧していただきましてありがとうございます。村長スタジオでした。